ありがとうございます。ありがとうございます。どうしたんですか、今日珍しいですね。カンタ君の方から。そうだね。ちょっと今日はね、はい、新しい人が、また。お芝居ですか？そうそうそう。へぇ。ちょっと素人だけど。はい。今日それの紹介しようかな。あ、そうなんですか。どんな人なんですか？どんな人？はい。でも一番伊藤がよく知ってる人じゃない？僕の知り合いとかさ。知り合いではないかな。ね、僕がよく知ってる人。一番身近。一番身近な人。母ちゃんとかすごく。母ちゃん、あ、惜しいかな。惜しいかな。母ちゃんちょっと惜しいな。身内とか。身内っていうんかな。親戚ではないな。親戚ではない。あ、わかりますよ、大体。僕の親友の加藤君ですか。誰だって。お前親友おったの。全然違う。誰ですか。もうダイレクト的な。おはようございます。あ、おはよう。おはようございます。何やと思う、こっちら。あそういうことですか。おはよう。捨てろ。直でしょ。ダイレクト。これ誰が考えたんですか。それはいらないよ。無理っすよ、僕マジで。いや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 、僕3日に1回ぐらい擦りますもん、筋肉なさすぎて。何もしてないのに。はい。それはないでしょ。いや、最悪だ。何が最悪なの。怖いっすね。やっぱりカメラマンとして、はい、ね、撮る人のその気持ちとかをさ、撮られる側の気持ちになってカメラを撮ればもっとより良い映像を皆さんに提供できるんじゃないかと、はい、そういうことか。そういう経緯でございます。よろしくお願いします。怖い。怖い子がいないでしょ。何が怖いの。監督です。あれ？はい。どういうこと？おらてめえ何やっとんだとか。いやわ。そんなこと言いません。え、僕ないですよ。服とか。しょうがない。いいですか？持ってきた。あ、持ってきた。さすが。誰の。車に入ってるんで。さすが。ウェットもないです。あ、ウェットもあります。全部、安全帯も用意してあります。準備満タンです。手袋は。手袋は、あ、ちょっと。あ、ない。ね。貸したの。あ、L っすね。僕 S なんで。大丈夫だよ。俺も L だよ。ちょうどいいから。すごいぴったり。そういうやつだから、これ。マジっすか。やっぱりね、カメラマンだから、うちの。あの、正直あれっすよね、あの、安全帯の動画の時に。カメラマンが無知すぎてイライラするみたいな。ほら、視聴者さんに、はい、そういうね、イライラした気持ちを持たせてるってこと自体もうダメじゃん。ちょっとでも経験してね、はい、分かりやすい。そうですね。そうしましょう。はい。じゃあ早く着替えてきてください。マジあるんですか、気が。なんで誰の。とりあえず、はい、早くね、もう現場始まってるから。はい。見たの、キャトンとした顔。本当にって顔しちゃった。本当にやるのって顔しちゃった。はい。なんすか、大体わかりますよ、これ。どうしたの。ミッチ君から借りてきたんですよね。はい、もうこんなミッチーくんしか持ってないですもん。あのヨーロッパ会社のくせに。やばい。どうしよう。あるんですか。え、これ。とりあえずね、組み立て。はい。組み立てします。組み立てするには、最初に、寝絡みを組んでかなきゃいけないから。何持ってけばいいですか、先輩。まず。お前、材料の名前覚えれるんか。はい。6手。ダメだろ。はい、すいません。
これは9点だ、9点。900の手すり。はい。これ、あれっすよね。サブマシンが。COD で見たことありますよ、これ。9手と1002手。1002手？うん。ああ、1200。1200と900。わかりました。持ってきます。持ってけ。はい。おぉ。めちゃくちゃ重たい。大げさー、やば。大げさすぎだろ。どっちっすか。角角寝絡みや。はい、じゃあ今から俺が言った材料を俺に渡してくれ。はい、手元ってやつだ、手元。はい、手元やれ。はい、手にて。はい、ファイヤーファイヤー、バッケロー。お前これ手すりじゃねえか、お前。1800のこれは1800だってずりだ。へい。はい。1000かわせんかよ、ボケ。おぉ。はい、入れて。あげて。はい。ほんとにいっとる。おいっす。マジでいってる。はい。ちょ、は？どういうこと？あげるんだって。上げるんですよ。上げるんだって。いきますよ。うん。持ち上げる。もう、ここに刺さないといけないから、これを。もうここまで上げないと。こんな重いっすか、これ。何キロあるんですか？これ約13キロ。13キロ？ 13 キロだけど。うん。嘘でしょ？え？マジでいったんですか？こっちが絵なんですけど。あ、叩きたいです、ここ。やりますね。はい、あげろ。はい、回せ。早く。はい、もっと早くなって。はい、千二手。はいよ。千二手。はいよ。へい、はい、もっとあげろよ。常識だろ、お前。すいません。怖い。上の人が楽するように、材料をあげるんだよ、下の人は。分かってんのか。すいません。舐めてんじゃねえぞ、職員を。大丈夫、このキャラ。誰だ、このゴミみたいな手すり持ってきたやつ。すいません。ゴミみたいな手すり。こういうのは寝紙で使えねえんだよ。早く。上見ながら上げた方がいい。俺、学校、中学校の時よくやらなかった。竹ぼうきを、テコに乗せて、こうやってバランス。それと一緒だって。バランス取りながら。すいません。ちょっと見て。マジで言ってんの？あんねっす。上の人は、足場の上でこうやって刺すんだよ。すごっ。なんで？うん、なんか、あ、叩きます。お前に叩くなんて声はあんまり早いわ。何ボケっとしてんだよ。何すればいいですか？何すればいいかわからんときはちゃんと聞くんだろ。お前だけ休憩してんのか。何すればいいですか？コブラ、コブラ持ってこい。すごい。次、1200シングル。はいよ。1200シングル。はいよ。おい、1200シングルは。はいよ。お前、ちげえだろ、はい、お前。すいません。それ、900のシングルだな。はい。おい、舐めてんのか。はい、わざとやってんのか。わざとそれないです。わざとやってんだったら帰ってけ。それ1800のシングルだ。わかんないっすよ。え、どれ、あれじゃないですか。怖い。早く持ってこい。はい。はいや。
れすぎだろ。疲れますね。休憩。はい。休憩。はい。休憩。誰が一本ずつ持ってくるんだ。はい。なあ。一本だけじゃねえだろ、使うの。あよ。あよちゃうわ。長なる。半日ぐらい。半人何してんの。入んないっす、確か。ででミッチー君みたいや。おお。入れて、早く。何やってんの。寝てるんですか。違うって。まず先に これを。あげなきゃいけない。はい。で、ここに駒を刺す。はい。ここの中に入れ込んで、叩く。ピンを中に入れるの。ピンを中に入れる。ちゃうて。その状態で、はい。あ、これを。そう。それ。入ってますもん。うん。叩く。もっと。オッケー。まずピン上げんと入らんだろ。はい。上から下に刺す。叩いて。よ。上登るんですか。上登って。はい。はい。ずっと登る。叩いて。ちゃんと叩かないと。オッケー。どうですか。いや、ちょっと今すごいどうしても言いたいことって。何。ちょっと今まで軽い気持ちで支えに来てすみません。大変だろう。これを毎日やったんだぞ。これはちょっと申し訳ないです、本当に。はい、じゃあ、探検しに行こうか。これ、外しちゃダメなんですか。え、毎回毎回こっち行ってるんですか、これ。ん？毎回毎回こっち行ってるんですか。こっち、次に行きたい場面の時に。はい。こっちを外して。はい。こっちをかけようとすると、はい、外した時が、一個外した時点で、はい、もう、ついてない状態になっちゃうから。はい。そうじゃなくて、外して。で、こっちを外して、こっちに来る。そういう移動方法。いやー、大変ですね。こういうことを僕たちは毎日やってます。まずシートとシートをつなげます。はい。穴に糸紐を通して、クロスします。はい。コマの下までグッと引っ張る。はい。下に、元。で、蝶々結び。早く。早いですか。めっちゃ遅いです。取られとるとなんか変な感じする。早っ。え、早くない？どんだけ時間かかっとん。シートに時間かけとったら火くれちゃうよ。全然ダメやん。すいません。先輩。びっくりした。びっくりしました、僕も。何もできんじゃん。何もできないですね。正直、柱？うん。ぐらい。片手で持ってたじゃないですか、さっき。うん。お、ちょろそうなんだなと思ったら。上がんないと思って、筋肉がもう、ダメだよ、それ以上やったら、みたいな。制限かかった。リミッター。リミッターがもう、リミッターかかった。はい。もうダメすぎて、もう、何も取れない。もう、あれっすね。ドバで、ドバで鍛え直さなあかんっすね。そうっすね。もうガチガチにしますわ。ドバで。こうドバならサブ倒そうが、何倒そうが、骨折れようが。私、一回ぐらい入れてみたんすね。ちょっとでも、あれっすね。今までありがとうございます。視聴者さんにも、はい、
謝っといた方がいい。正直、見てるだけだと簡単そうなんで。ちょっと舐めてましたけど。すいません。まあでも慣れだよね、もう。慣れ。気合が足りんわ。今度はね。怖いですよね、なんか。やっぱ。もう、仕事だから。あ、怖いとか言ってられない。そうですよね。そういう時代でした。昔は。バチバチにされてきましたわ、私も。そんな感じでしたね。はい。ありがとうございます。何も取れませんでした。いつも。材料もあげれないし。はい。何が体験だよ。体験の楽しみも体験してないよ。いや、一面ぐらい組んでるかなと思ってたんですよ。当初の予定では。ドバで、次はドバでね。はい。バチバチにしたいと思います。はい。はい。ドバならね、落ちても自分で救急車呼ぶよって。勝手に呼んどけよってなるって。ここだと、現場だで、お客さんがおれてね。そうです。迷惑かけれないし。ドバなら何やっても迷惑かからないから。はい。交互期待。そんな感じですね。はい。宣伝心理の求人道場。求人道場。と、塗装したお客さんと、塗装の会社をそのマッチングサイト。ありますんで。普通のそういうマッチングサイトだと、20% から30%。まあ、結構暴利なんで。ただ、社長が作ったサイトは 5% に、5% ぐらいに抑えると思って。素晴らしいですね。すごいですね。難しいね。勉強してこなかったね。難しいですね。毎日聞いてるんですけどね。台本欲しいよ。台本欲しいです。いざ言うと言うと。すごいよね、社長。社長すごいです。覚えとってね。まあ、そう。作ったんで、社長。勉強します。とりあえず、求人道場。はい。あと、足場半チャンネルね。はい。毎日は上げてないけど、たまにライブとかもやったりするんで、チャンネル登録お願いします。もう、この動画でいいね、共有したくないんだけど。なんか久しぶりにバット動く。こんな動画でね、共有したくないわ。久しぶりにバット動くなり。やばいっす。まあ、じゃあ、次ね、ドバでガチガチにしたいと思うんで、怖い。その動画見たいよっていう人はね、いいね押してください。いいねと。何？いいね3とかだったらどうしましょう。お前でも見たくねえよって。お前ラッキーってなるだけよ。いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、また見てねー。